牛には胃が4つある。人の胃って何個だろう。もちろん1個だよね。でも牛には胃が4つある。なんでだろう。それは消化しづらい草をしっかりと消化するため。牛が食べたものは口の中で少し噛まれた後、1つ目の胃に行く。1つ目の胃の中には小さい生物がいて、食べたものを発酵させるんだ。そしてそれをまた口の中に戻してよく噛むんだ。その後噛んだものは2つ目の胃、3つ目の胃、4つ目の胃を通って小腸へと送られるんだ。キリンやシカもこういう食べ方をするよ。今日も見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。